と。ま似たようなあれですね。これね。以前にとあるセミナーで長さんが年号が令和で最後とおっしゃってましたが、もしそうならば令和以降はどうなるのでしょうか？あの単純に言って変わらないです。あのこれはアート文書っていう中で天皇家っていうのが一旦区切りを迎えるっていう。そういうものが打たれていて。これあの？ キリスト教なんかで教皇が今の教皇が最後ですよっていうのと時を同じにしてるものなんですよだからあの教皇が今回で最後で天皇陛下も上皇陛下で最後っていうことになっているんですね青友女っていう中ででこれはあのマヤ歴とかそれと同じでじゃあマヤ歴が全部あの2012年に終わりました で太陽歴っていうのが1999年で終わりました。何が変わったかって結局それから続くだけなんですよ。新しい時代新しい感覚新しいものに変わっていくそこで再構築されるかどうかっていうだから大きい意味で天皇家というものがに変化が起きるんじゃないかな。で今までの通りのやり方っていうことで天皇家が進むんではなくて何らかの形で 新しい息吹とかそういうものが入ってくるんじゃないいそういう意味では変化はあるとは思います。でも年号という中で今まで続いてきた天皇家というものが一旦終止を打つそれで新たな天皇がそこからスタートするそういう意味ではあの年号が終わるっていうそういう解釈の方が妥当だと思います。だから天皇家そのもののもいうのは これからも多分続きますただ今までとは違う形になっていくんじゃないのかなそういうふうに思って、うん、まあ「青戸文書」なんてまた出しちゃいけないものをどっかでしゃべったんだと思いますけれども <laughs> あの、まあ、これはもう皇,皇族しか見れない図書館にしか厳重に保管されているあの極秘のあれですね筆がお筆先ですね。 えーまあ、やっぱりか本当のやっぱり古文書というかそういう文書ですねその天皇家のこととかいろいろ書かれている、あのー、本物になっていくとやっぱり誰かがただ伝承で伝えられたとかレベルじゃなくてねやっぱり下ろされて書かされるものがあってでやっぱりそういうの国の方でもいろいろチェックしていてね、えー、これは とんでもないものだっていう、本当のことを全部書かれちゃってるっていうのが青文書で、えー、一応まだ保管されているものがあるわけですよね。で、他焼かれちゃったりなんないって、すごい、まああの、世間一般には抹消されちゃったんだけども、まあ、そこにはね、本当に本当のことは全部書かれていますので、まあ、絶対言えないことばっかりなので、まあ、そのうちそれが、あの、 表には出ないと思いますが、そういうふうになっていくと思います。